強い台風7号は明日朝から昼前にかけ、愛媛に最も近づく見込みです。u ターンラッシュを迎えた交通機関にすでに影響が出ています。強い台風7号は今日午前9時。現在、和歌山県塩潮の岬の南東を時速15キロの速さで北西に進んでいて、勢力を維持したまま、愛媛には明日朝から昼前にかけ、最も近づく見込みです。 台風の進路によっては東予で警報級の大雨や暴風高波になる可能性があり今日夜から明日の午後にかけ線状降水帯が発生する恐れがあります24時間に予想される雨の量は明日正午までが東予で150ミリ中予で80ミリ南予で50ミリあさって正午までが 東予で50ミリから100ミリ中予南予でおよそ50ミリとなっていますまた東予の会場では明日朝から昼過ぎにかけ最大風速20メートルの非常に強い風が吹く恐れがありますすでに交通機関にも影響が出ていて空の便は日本航空の今日夜から明日の大阪伊丹便が欠航海の便は 東予港と大阪を結ぶオレンジフェリーがあす大阪発の便まで欠航、伊予鉄高速バスは今夜から近畿方面を中心に合わせて30便の運休を決めています。